茨城県のキワッキワ、サービスエリアでも有名な、守谷駅からどうも。本日は私鉄最速にしておそらくトップクラスの設備を誇る列車、つくばエクスプレスに少し乗ります。今回は主に、守谷からつくばメインで乗ります。つくばエクスプレスは秋葉原から、茨城県のつくばまでを通る路線なんですが、ここ、守谷でそれとなく部分的に分断されてます。理由は、同じ茨城県内の石岡の地磁気観測所に、影響を与えないようにするために、ここより南側ではコストが何かと安い極流、観測所の半径30キロ以内に入る、ここから北は交流と、この先入れる高極流車両と、入れない極流車両を分けているから、常磐線の砦と事情は同じです。例えばあれは TX2000 系っていう高極流車両、つくばから秋葉原まで通しで走れる車両です。常磐線でいうと E531 系あたりでしょうか。一方で、今守谷駅に入線してきている車両は、TX1000 系という車両です。さっき見た TX2000 系と同じに見えますが、車番の背景色が違います。この車両は常磐線でいうと E231 系の直流車両。電気街には行くくせに、電気の事情で守谷から先に行けない自分の車両。この車両は途中駅で折り返す都合上、確定元一区運用がだいぶ多めです。だからといって、車両スペックが低いわけではないようです。最高速度は時速130キロ。確定ともなると、容赦ない加速と凄まじい減速を見せつけます。私鉄時速130キロの世界は、後で乗って体験しましょう。あと、この車内表示器も面白いですね。こういった路線図って、東京メトロの01系とか02系とかに見られたんですが、2005年に開業したつくばエクスプレスのこの車両で採用されるっていうのは、ものすごく珍しい例な気がします。あ、反対側には普通の LED スクロール式車内表示器があるので、大きく時代遅れってわけじゃないです。イメージとしては02系に近いかな。さて、語ることも語ったので、いよいよ乗る番です。できた列車なんですが、なんと最新レア車両、3000系。こちらも2000系と同じ、守谷から北まで行ける高極流車両です。2020年に導入されたこの車両、2005年国との違いはいろいろありそうですが、まずは時速130キロの迫力を、ちゃんと満喫しましょうか。This is a semi-rapid service for Tsukuba. The next stop is Mirai Daira, TX16. なぜか高極流の事情とかいう、ややマニアックな事柄を先に語ってしまいましたが、気を取り直して、路線の歴史に移りましょう。つくばエクスプレスの開業は、2005年と新しめですが、この路線の構想自体は、昭和時代、1985年からありました。人口の爆発が起きかけていた東京では、郊外の鉄道網について、うん悩んでました。そんな中、茨城県は1980年の少し前に、常磐新線という構想を打ち出します。この常磐新線が、今のつくばエクスプレスです。常磐線の混雑は、やばい。でも、常磐線沿線の開発はたんまり進んでる。だからいっそのこと新線で建てちゃえ、っていう意見が浮上したのです。この当時はつくばで終わらず、水戸まで線路を伸ばす予定でしたが、1985年に本格的に審議されるようになって、今みたいなルートになってきました。それから検討を加速し、検討を進め、検討を重ね、検討を貫き、検討を考え、検討を加速した検討が行き着いた末は、第三セクター化でした。運営は JR 東日本がやろうということで、2000年までの開業を目標にしました。しかし、JR 東日本は利益とか面倒事とか考えると、ってノリになっていきます。結局、都道府県たちがお金を出し合い、完全に三セクとして会社を設立。それが、首都圏新都市鉄道株式会社ってやつです。首都圏とか新都市とか言ってますが、実際はこの1路線しか保有してません。その一方で、土地の調査や開発も着々と進み、宅鉄工という、住宅地開発と鉄道整備を一遍にやろう、ということでいた土地をもとに、鉄道公団の力を借りて、秋葉原から着工を進める運びとなりました。それで工事頑張るぞと意気込んだはいいものの、2000年ゴールのつもりだったけど、建設費とか都市計画とかのわやわやで、ちょっと遅れそうでしたっていうか、予定を5年だけ遅らせました。でもそれからはことはサクサク進み、公募で路線名をつくばエクスプレスに決めたり、2004年5月にはレールをすべて引き終わり、10月には工事をほとんど全部終えたり、いろいろ進みまして、ついに2005年の8月24日に開業を迎えました。わーい。そんなつくばエクスプレスは、秋葉原とつくばを、騒音を抑えつつ45分で結べるよう、現代の技術を結集し、物理的にスピーディーなのですが、経営的にもスピーディーに成功を収めていきます。2009年には営業黒字に、開業からたった4年でこぎつけるのは、なかなかの快挙です。
2011年の目標にしていたはずの、1日平均輸送人員22万人も、1年早い2010年に達成。そんなつくばエクスプレスの成功を、指をくわえて見ている存在が向こうに、利用状況の予測に冷や汗かいて、途中でその計画を離脱した、JR 東日本です。一応つくばエクスプレスが開業する2005年から、常磐線に特別快速という日暮里、松戸、柏、砦北停車の種別を増設して対抗。しかしこの作戦は大して意味をなしません。だってすでに開発しきっていた常磐線に加えて別ルートで茨城からの客を集めるのがつくばエクスプレスのはずなので、まあ今のところ秋葉原から北千住までしかルート被ってませんし、おそらく対抗にすらなってなかった説がある特別快速は、2022年をもって未往復の海になりました。結局、今となってはつくばエクスプレスは、数少ない成功黒字三節として、みっちり時速130キロで、58.3 キロを走り抜けています。ちなみに標定速度は全区間通しでマックス 77.7 キロです。ところで今乗ってる列車は、守谷からつくばまで全停車する区間快速なんですが、快速っていう最も速い種別がございまして、そちらは守谷からつくばまでノンストップです。快速は守谷とつくばを11分から14分で結びます。守谷からつくばまでは 20.6 キロなので、標定速度が100キロを超えるかも。まさに関東の新快速と言ってもいいでしょう。ちなみにちゃっかり新快速、特別快速っていう種別も用意はされているのですが、イベントの時に見せびらかしたり、臨時で使われるというだけで、定期運用で使われている様子ではないようです。でも課金なしで乗れる普通列車の中では、今ある快速が関東一速いらしいです。関東版福知山線事故が起きるのはいけないので、ロマンを追い求めるのはさすがにこの辺で。ところで関東の新快速とは言いましたが、さっき車内がチラ見えした通り、全列車オールロングシートです。前まではボックスもありましたが、混雑緩和で、最近完全に消滅しました。直近の関東私鉄では、ロングとクロスを切り替え可能な、デュアルシートが流行ってますが、つくばエクスプレスにライナー車両という概念が生まれる日は、来るのでしょうか。でも実際はライナー云々よりも、両数を増やす方が優先っぽい雰囲気です。常磐線では、短い重量、とかいう強烈アナウンスが、Twitter のあるあるネタとしてこすられていますが、向こうはグリーン車まで積んだ上張りなのに、つくばエクスプレスはたった6両のシャットリムシです。そこで8両にしたい、のですが、つくばエクスプレスは基本、非価格高価です。それで資材をやり取りするのに時間がかかるらしく、10年かかるんだそう。気長に待ちましょう。さっきから車窓を漏れなくガン無視してベラベラ喋ってますが、次の停車駅は研究学園だそう。この駅間は緩やかなカーブを描いていますが、速度はどうなるでしょうか。で、JAXA とかで名が知られているつくば周辺ですが、なんでこの近辺がそんな、英知の宝石箱みたいな状況になってるかと言いますと、これまた、東京の混雑を緩和するためのものだったりします。世の中、別に東京でやらなくても大丈夫な開発だって存在します。研究費が土地代に吸われるのも尺でしょうし、そういったのをつくばに移転することで、人口が集中するのを防いだり、あと、そんなキラキラ研究プレイスが集まってくることで、つくばが研究の拠点になるよね、って考えたり、って理由があるそう。ちなみにこれ、国家プロジェクトだったりします。皆さんどうですか？つくばに対して、なんかすげえってイメージ、ありますか？私はつくばに対して、技術的にすごいところって思いつつも、つくば市一時は大体つくばさん行ってたので、すごいの概念がいろいろな方面に入り混じってます。ちなみにつくばさんプロジェクトという気象観測活動もあるので、研究と無縁ってわけじゃないです。そうだ。この付近の線形は、やや緩やかなカーブを描いているとは言いましたが、今の時速は、あ、もうすでに130キロ近く出てますね。緩いカーブでも妥協しないくらい、スピードを出す列車ですね。イーロンマスクの14円回復スピードくらい速いです。乗り心地だって抜群です。というのもつくばエクスプレスでは、ロングレールを採用しており、言い換えると、ガタンゴトンっていう振動が少ない線路を使っている、ってことです。それで、つくばエクスプレスの最長ロングレールはここ、守谷とつくばにかけて敷かれているんですが、200メートルあればその時点でもう、ロングレールは機械なのに、その長さ、18.2 キロと、尋常じゃないレベルです。長区間の9割をも占めるんですから、通りで乗り心地が良いわけです。ちなみに60キロレールってものも採用されています。これ何かって言いますと、1メートルあたりの重さが60キロのレールです。このレールね、新幹線で使われているようなレールなんです。そんな高規格な路線というわけで、つくばエクスプレスでは、一応は時速160キロまでは出せる設計、なんですが、車両側はそこまでスペック高くありません。し、仮に160キロ出したとして、これ以上を追求して何になるという話が浮上します。でも、ですがもちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく、っていう、フリーザテイストな余裕が残されている点、猛者の風格を漂わせてます。で次がつくば、終点。今のところ終点として君臨していますが、いずれ終点じゃなくなるかもしれません。つ
つくばエクスプレスを延伸させてしまおうという計画があるんですよ。でも余難もあります。一応誰にもメリットはあるので、いろいろ拮抗している状況ですが、二つ以上を叶えるのは相当厳しいです。もし水戸に延伸すれば、この路線の常磐新線としての計画が本当に実現したことになりますが、敷設距離が長いし、まず余難とも人口の動きがどうなんだろうって状況になってるので、2050年に構想されている延伸計画は実現するかどうか不透明です。それ以上に重要視されているのが、秋葉原から東京への延伸でしょうか。一応こっちは県規模じゃなくて、国規模でちょっと触れられているのですが、具体的にあれこれ決まったわけじゃないので、まだまだ先は長そうです。でも東京駅近辺って地下通路が張り巡らされているので、乗り換えが京葉線並みに大変になりそうな気がします。っていうか延伸したら事実上、クック線ぐらいになるんですかね。ラビリンスという言葉ですら言い尽くせない東京駅が、さらに混沌とした様相になりそうです。多分バーバパパが一曲作れそうなくらいとんでもないことになる。からの近入り。関東平野の奥深くに潜り込んじゃいます。もうざっくり概要として語れることは語ったので、終点まではアップしましょう。つくばです。というわけで終点のつくばに到着しました。毎時6本と、意外と本数多めなつくば駅。列車は折り返して秋葉原に向かいます。今日は風が強いので、ここいらで動画を終わりたいですが、他の駅についても軽く語りながら、森愛南の区間も乗り通します。2000系に乗り込みました。乗車時間は1時間もないのですが、それにしたって座席が嘘みたいに硬いです。研究都市の皆さん、柔らかくて人工工学にもマッチした椅子、開発しませんか？なんて。そんなこんなで発車。快速に乗ってます。筑波の次が守谷の、最速145分便。で今、路線内で利用客数が最小の、万博記念公園駅を通過してます。守谷を抜けて千葉県へ。柏田中の手前で、流域面積日本一の利根川を渡ります。琵琶湖の水止めたろか、という関西ジョークなど、琵琶湖25個分の流域面積を誇る利根川にとっちゃ、どこ吹くかで、何食わぬ顔で、つくばエクスプレスの利根川も、関東エリアを突っ切っていきます。利根川の水止めたろかは、関東民にとっては禁句になりますが、千葉の東大前こと柏の葉キャンパスを通過しまして、列車は流山大高の森駅に到着。名前にアーバンを冠しておきながら、6両から5両に減車する気満々でいるのが線と接続。これは元からあった駅じゃなくって、乗り換え駅が決まった時に作られました。で、その快速の次の停車駅が南流山。こちらは元からあった駅で、武蔵野線との接続駅。この駅に着くまでの間に、流鉄流山線とクロスしますが、駅間が短くなりすぎるし、需要も微妙いからか、接続駅はありません。南流山駅を出たら、江戸川渡って埼玉へ。と言いたいんですが、快速は2駅ある埼玉県内の駅を、両方通過します。飛んで埼玉かつ、飛ばして埼玉な状況に陥ってますが、一応区間快速クラスは両方止まるので、本数的には大丈夫です。多分。列車は八潮通過。普通列車が快速を退避するときに、よく使われる駅です。快速通過駅の中では、乗降客数が最多です。というか、南千住から新岡町までのどの駅よりも多い。また、この八潮駅限定で、高速バスから乗り継げるシステムを用意しているそう。首都高が混んでると、高速バスが定刻通りに到着できないことも。それで、八潮パーキングエリアから八潮駅まで6分歩いて、つくばエクスプレスに乗り継いでもいいよってシステム。主に茨城方面から東京方面に行くバス対象で、100円で乗り継ぎが許されています。初乗り170円のつくばエクスプレスにしては、随分太っ腹な値段設定です。からの荒川渡って東京と足立区へ。そろそろ北千住駅です。反対側にはライバル JR 常磐線と千代田線の線路が見えるのですが、向こうには東武伊勢崎線の線路も並んでいます。よく見ると特急スペーシアがいますね。流山大高の森以来の東武線とは、すぐバイバイします。それからお次は南千住。乗り入れ路線数的には、北千住の介護館っぽい感じが漂います。路線内の都内7駅の中で、乗車人員が最も少ないのですが、つくばエクスプレスは全停車してくれます。全乗り換え駅の中でもギリです。そんな栄えている寂れた駅。北千住からの駅間は 1.9 キロですが、時速100キロとか平然と出します。この駅で再び地下へ。以後ずっと地下です。お次は浅草。東京じゃない独自の文化が色濃く残る、歴史ある観光地。次は、浅草です。浅草線、銀座線、東武線が通っている駅のはずなんですが、乗り換え案内がありません。それもそのはず、
つくばエクスプレスの浅草駅と、銀座線など他路線の浅草駅とは、徒歩で10分ほど離れており、乗り換え案内をするわけには、って流れなのか、案内はされません。訪日外国人観光客の方々に、ちょっと優しくないですが、よく考えたら仲見世商店街が発展した江戸時代の方が、訪日外国人に優しくなかったので、こんぐらいは頑張れっていう浅草の文化なんでしょうかね。大江戸線と乗り換えられる新御徒町を出れば、いよいよ秋葉原です。本社もあるんですが、TX プラザっていう、つくばエクスプレス沿線の魅力を伝える場所もあります。やて、ケトのホームからも、ちらりとロゴが輝いているのが見えますよ。夜になるとロゴが鈍く光って、どことなく美しいです。以上、本当にざっくりでした。なんだかんだ結構魅力ある路線なので、バリバリとバス散策を楽しみたい方はぜひ、終わります。